世界文化は1930年代に発行されていた反戦、反ファシズムの思想、文化運動の導入雑誌。1933年の滝川事件をきっかけにファシズムの危機に対抗するため中井昭一が中心となり、自身が1930年に創刊した雑誌、美、批評を解題して1935年2月1日月刊誌として創刊。 1935年2月号から1937年10月号まで34号発行された。同人の多くは、中井昭一、新村武史、久能治、武谷光夫、真しも一、和田陽一、熱正史、富岡松五郎ら京都大学出身の知識人で、京都で発行された。軍国主義の下で、日本文化が閉ざされていくのにこうして、 世界文化の大通りを歩むことを目指し、ファシズム反対の文化運動の拠り所となった。人民戦線運動など西洋の反ファシズム運動を系統的に紹介したところに特色がある。1937年11月8日から治安維持法違反容疑で同任が相次ぎ検挙され、廃刊に追い込まれた。1936年7月4日創刊の 週刊文化新聞土曜日は姉妹市東京道年間編集部編出版年間昭和11年版東京道1936年5月20日91ページ NDLJP187778651946 年創業の出版社世界文化社とは無関係ありがとうございます